小坂町は、かつて、岐阜県増田郡にあった町。2004年3月1日に、増田郡の他の山頂一村と合併して、下路市となった。合併後は、下路市小坂地域となっている。飛騨地方南東部に位置しており、御嶽山の飛騨川の登山口がある山地の町。御嶽山から続く急峻な地形のため、集落は飛騨川。 小坂川とその支流からなる谷底に形成されている。面積の97%が山林であり、森の巨人たち100選に選ばれたヒノキの巨樹がある、天保林など、そのうち6割以上を国有林が占めている。また、日本の滝100選にも選ばれた、ネオの滝をはじめとした滝が多い町でもある。町で、 滝調査委員会を組織市町内の谷筋を数年かけてすべて調査した結果、5メートル以上の滝だけで200カ所以上確認された。調査後、日本一滝の多い町として売り出している。なお、御嶽山の西の河原から、深刻へ落ちる、標高2800メートルのところに、日本最高所の滝がある。御嶽山周辺は、宇滝。 山形立自然公園に指定されている。御嶽パノラマラインから望む、宇多山小坂温泉郷として、環境省の国民保養温泉地に指定されている。濁り郷温泉は、通年営業の温泉街としては、万座温泉とともに、日本最高所にある。また、周辺の阿光山大原生林には、u f 百選にも選定された原生林単勝路も整備されている。古くから、 林業の町として栄えてきた。山林の大多数が国有林で、一町で営林所を設置したほどで、旧名古屋営林局管内での木材生産量は最上位であった。その他は自然と温泉を生かした観光業も盛んである。高速道路一般国道主要地方道、一般県道長距離自然歩道温竹山周辺の自然を活用するために、濁り後温泉付近に、 岐阜県御嶽少年自然の家が設置されている。ありがとうございます。